はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。バグチャンネルのお時間です。バグチャンネルやっと出れたわ。そうなんですよね。ね、いつも見てる側ですから、はい、サックスプレイヤーで、はい、作編曲家、そう、肩書きもありますよ ね、うん、で、ラジオパーソナリティも務めていらっしゃる。ありがたいことにやらせてもらってます、はい、三輪和人さんです。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。最近、うん、作曲をしてて、そう、曲作りでこの半年ぐらいかな、やり始めたのは、うん、半年ぐらいですよ。半年ですげえ数作ってますよね。もう3、40曲、はい、でですね、はい、今回なんで、来てもらったかっていうと、おう、なんと CD が出た、発売になるということで、そう、おめでとうございます。ありがとうございます。あのね、あれなの、あの曲作ってたら、はい、たまりまして曲が、うん、でな、それをアルバムにしちゃえと、で、何曲か歌ってくださって、そうなんです。で、僕もあのゲストでボーカルで入れさせてもらって、うん、で、今ここに椅子が1個空いてるんですけど、これどうします？ここにジャーマネさんです。あー、もうこんばんは。こんにちは。こんにちは。いや、おはようございます、うん、すごい、初、映像初らしいですよ。映像初だね、はい、今心臓そこに落としました。いらってこい、いらってこい。緊張しております。この方もラジオパーソナリティなんで、僕ら木曜日担当じゃないですか。ギグちゃんラジオ、ギグちゃんラジオ木曜日やってみました。そう、僕は夕方6時から9時までね、3時間生放送をやらせていただいて、夜10時から12時まで、そう、深夜帯で ね、一スタは夜もざわざわ木曜日喋っております。じゃあまね、いいですよ、いいですよ。よろしいですか？全然いいですよ。僕が番組の中でね、うん、あのリスナーさんからまあリクエストもらってサックス吹いたりするんだけど、うん、じゃあリクエストもらって曲作っちゃおうかなみたいなことで作ってたら、うん、あのジャーマネさんに歌ってもらったり、紫に歌ってもらったりで、あのアルバムできたんですよ。それがこれよ。これでございますね、セカンドインパクトっていうね、これね、一応僕ら3人のユニットってことになるんですよね。ホワイトスペースクルーでございます。ございます、いいね。ホワイトな、はい、ね、スペースっていうのは、まあ、宇宙とか、ね、うん、意味しまして、あとはクルーはなんかこう、まあ、乗組みたいな、うん、3分の2ジャーマネさん要素ですけどね。すいませんね、ほとんど宇宙だわ。そう、これデザインしてくださったのジャーマネさんに。あ、そう、これね、すごいかっこいい、ご指示があって、グローブみたいにしてくれっていう。だから元ネタが何なのかすげえわかるんですよね。グローブのクルーズレコード見てください。そうそう、これになってます。もうだいぶこれになってます。そうそう、まあ、本当に、ね、あの最初にできた曲がジャーマネさんになんかまあ歌ってもらいたいってことで、あのジャーマネさんに作詞してもらってる曲いっぱいあるんですけど、その中で最初の曲が何、オレンジ色の楽器っていうやつでしたね、最初に作った。で、オレンジ色の楽器っていうなんか僕がポロッと言ったらしいですね。そこでね、ビビビビーっときましてね、あーもう書こう、オレンジ色の楽器で書こうと思いまして、2ヶ月です。めっちゃ待ちましたよ、歌詞。はい、2ヶ月です。いや、でもだからすげえいい曲にしてる。いい曲やってますよ。そう、丁寧に、丁寧だった、丁寧だったね。結構これリスナーさんからも人気高い曲ですよ、オレンジ色の楽器は。ホワイトスペースクルーなんですけど、クルーは日本語で、漢字で狂っちゃうっていう、わ、うん、かります、うん、クルーってやると、一番上にボンと出ますから、おー、ホームページが。それでそこからあの購入方法を進んでいただくと、うん、買えますよ、買えばいいわ。ねえ、買ってくださればいいわ。ポチッとしてパチッとすると買えますで、ね。うるさいですよ。え、これいくらですか、山根さん。1枚3万円買えばいいわ。買わねえわ。宇宙から送られてくるから高いかな。高いのよ。いや、本当は1800円ですからね。1800円。安いじゃない。送料込みの1800円、10曲入りの、もう48分ぐらい入ってますから。結構ね、通勤で聴いていただくっていう人結構多いかもしれない。あ、そう、うん、車の移動とかね、
いいんじゃないかな、ちょうどいいと思う。ちょうどいいよね。うん、そうそうそう。はい、というわけでですね、こちらの CD の方は、概要欄の方に URL とか載っけておきますので、はい、そちらからホームページの方に飛んでいただければなと思います。はい、ね、そのぐらい命かけて作りました、はい、産み下ろした、ね、3人でね、作りました。ぜひ聴いてください。でこれでね、売れたらそれがまた僕らの活力になって。そうですよ。いいこと言うじゃない。そうで、もう実は言うと、うん、次のアルバム制作もう取り掛かってます。すいません、もうすいませんできちゃう、うん、ね。はい、でまたあのお二人が出演しているギフちゃんの方もですね、はい、一緒に聴いていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思いますので、はい、こちらもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、ね、バイ。初めての宇宙から。絶対来るよ第二波が。油断するにはまだ早いよ。ロキソニン飲んでいる。ナイスショットを決めたい決めたい。指とショットを決めたい決めたい。そしてLove to go on.